っくりしましたね。何やってんだお前っつって斜め後ろっす。真後ろじゃないです。斜め後ろがいいです。皆さんこんにちは、声優の伊藤健人です。本日は私が初めて出させていただきましたデジタル写真集トワイライトを紹介させていただきたいと思います。こちらがなんとマンスリー1位になったということで、今回僕自身のこう口でいろいろ語らせていただこうと思っております。はい、いろんなカットのね紹介も改めてできるんじゃないかなと思います。今回はコンセプトは伊藤健人、一日独り占めということで、僕が起きてから、ご飯食べてちょっとデートに行って帰ってきて、それから仕事なんかもおっしゃったりしてっていうところをこうギュッと、閉じ込めたような内容になっております。まずこれなんで撮ることになったかと言いますと、マネージャーと盛り上がったんですよね。こういう話が来てるんですけどどうですかっていうところで、僕が食いついて面白そうじゃん、やっぱり週刊プレイボーイっていうと男性がメインの購買層というか、なんだろうなっていうのは僕の意識の中だって、その中で男性声優がやったらどうだろうっていうのをこう考えているって聞かされた時に、あ、それめちゃくちゃ面白そうだなって思ったんですね。今までこう誰もほとんどやったことがないっていうチャレンジってやっぱ僕はとても好きなので、これはこう渡りに船だなと、僕もなんか面白いことできたらいいなと思っていた矢先だったので、飛びつきまして、女性の声優はあったにしろ男性声優っていうのは本当にやったことがないということで、これから先その男性声優というジャンルにこうビジュアルという意味でも、目を向けていただけるこのきっかけになれば、僕は特に嬉しいなと思いまして、話を受けさせていただきました。そうですね、ノリノリです。はい、でこうタイミング的にもやっぱりギリ昭和生まれの人間なんですけれども、被写体となって、作品として参加させていただくっていうのはもうこれがラストチャンスだぐらいの気持ちで、臨ませていただきました。反響はやっぱりその同業からの反響が最初はすごくて、みんなやっぱりこうびっくりしましたね。何やってんだお前っつって男女限らずですけどね、こう業界内外の友人からの反響がやっぱ最初すごかったですね。ではここからは僕の一番お気に入りのカットを紹介したいと思います。こちらです。ポン、ワイシャツ1枚ですね。いや、過去にもやったことあったんですけれども、ここまで脱いでるの初めて見たぞって方も多いと思います。ポイントはですね、僕の胸にあるほくろなんじゃないかなって思います。子供の頃からあるんですけど、バレてしまいましたね。ここに僕のほくろがあるということ、ちょっと伊藤健人のことを一つ秘密を知れたぞなんて思っといていただけるといいかなと思います。お気に入りに選んだポイントは、一番布面積が少ないからですかね。ワイシャツ1枚になるシチュエーションって、実際ほとんどね男ないんですけど、高校生以来のワイシャツ1枚だったんじゃないかなって思うんですけども、今回はどちらかというと大人な、一面をこうたっぷり撮ってもらったと思うので、仕事帰りなのか、それかこれから着るのかなっていうシチュエーション、どちらでもいいかなと思うんですけども、なんだったら一番この気が抜けている瞬間って言っていいんですかね、服を着替えている最中ということで、そんな表情をこう見ていただければいいのかななんて思います。今回ベッドシーン多いんですよ。ベッドシーンベッドでなかなかワイシャツ1枚っていうのはこうファンタジーなこう面もありつつ、この生々しいっていう面もありつつということで、その両方美味しいところが中間のいい感じのデイドリームな感じって言っていいんですか、そんな感じのシチュエーションなんじゃないかなと思います。さあ続いて一番苦労したカットはこちらです。このカットは休日一緒に遊びに行ってっていうカットになるんですけど、バドミントンをしております。はい、この日は結構風が強くてですね、バドミントン風が強い日の屋外っていうのは結構ラリーを続けるのが大変で、で暑くて結構思ってたよりやり直しちゃったなっていう気がしております。結構疲れました。いい汗かきました。でも
もともとバドミントンの競技経験はないんですけれども、まあ、野球をやってたりとか、したので、その球技というかこういうタイミングを合わせて球を打つっていうのは得意な方なんじゃないかなと思います。まあ、こんだけ苦労話しましたけど、すごい爽やかな一瞬を切り取ってもらってよかったですね。まあ、これを見ると、まあ、別に自分が実際うまく返せてなくてもそんなに関係なかったなっていう感じがするんですけど、はい、バドミントンのカットは他にも何カットかこうあるので、そこも楽しんでいただけていればいいかなと思います。さあ次は一番セクシーなカットは、選ばせていただいたのはこちらです。布面積でいうとねほとんどなんですけど、これはもうシチュエーション勝ちです。起きたら横にいる、いくら年を取っても憧れるというか、こう一瞬ドキッとするシチュエーションではありますよね。まあ、今回はね、僕が起きたらすぐ隣にいてなんか恥ずかしがってるということで、想像の余地が、ね、膨らむなっていうシーンですね。まあ、前後に一体何があったのかみたいなところはもうお任せいたします。これから普通に起きて会社に行くのかもしれないですしね。言わすな言わすな。はい。まあ、この下にはパジャマをこう着て撮影をしたんですけれども、でその中で一番こう自分だったらドキッとするやつなんだろうって思って、これだなって思いました。見えてないのが良い。あ、僕が思う女性のセクシーな仕草、セクシーな仕草ね、斜め後ろのアングル、斜め後ろっす、真後ろじゃないです、斜め後ろがいいです。だちょっと鼻見えるかどうかぐらい、うなじともねちょっと違うんですよ。うなじも含めての斜め後ろからのアングルですかね。まあ、髪をまとめようとしている時でもやっぱりドキッとしますし、ちょっと見えてるあと耳とかそこから見える、まあこのラインみたいなのがドキッとしますかね。はい、そしてもう一枚おまけ、一番恥ずかしかったカットを選ばせていただいたのはこちらです。歯磨きのシーン。歯磨きのシーンはね、どう頑張っても漏れないんですよ。難しくて、だ自分はまあどれだけ脱いでも割と恥ずかしく感じないタイプではあるんですけど、歯磨いてる時の方が恥ずかしいかなと思って選ばせていただきました。何なんでしょう、これ本当に感覚的な話なんですけど、自分の裸見られるより口開けてる姿の方が自分は嫌だというか、こうそわそわする気がして、今回はそんなに口は開けて歯磨いてないんですけれども、鏡越しっていうところがまたね、後ろからこっそり見るんじゃないよみたいな、そんな気持ちにちょっとなったりもしながら撮影したのを思い出して、これを恥ずかしいカットに選ばせてもらいました。リアルですね。普段家はメガネをかけてるんですけど、なんで本当にこんな感じですね。まあ、僕実際歯磨いてからフロスとかもやるようにはしてるんですけれども、フロスをやってるシーンっていうのはいよいよ全く映えないから、ちょっと写真集のカットには選ばれないのかなって思うんですけど、もっと恥ずかしいですけどね、この歯磨いてるところが人に見せられる恥ずかしさの限界な気がします。ああそうですね、ここにも伊藤の斜め後ろの顔が映ってますけれども、まあ自分の顔だから何とも思わないですね。どうでしょうか、そう、誰か分かってくれる人がちょっとでもいたらいいなって思うんですけど、今回はありがたいことにマンスリー1位ということで、そのありがたさもありつつ申し訳なさもありつつ、自分がいていいんだっけっていう、そんな気持ちにもなりつつ、でもこれを機に出版の方にも男性声優どうですかっていうのの、アピールにも僕はなればいいなと本当に思うので、いい絵面取れる役者がたくさんいるんで、結構最近だとね SNS とかも普及してるから、本人の姿見とかが見れる機会は多いのかなと思うんですけれども、まあ、こんな世界あるんだっていうのを知っていただければ、僕はとても嬉しいです。そして今回はボイストラックがついているということで、お聞きいただいた方は本当にありがとうございます。一日僕がこう一緒に過ごしてたらどんなことを喋るのかなみたいな、そういう内容のものも入っていたりですとか、眠れないあなたにということで、伊藤健人がささやく認知シャッフル睡眠法なるものも収録されておりますので、そちらもまだ知らなかったっていう方はチェックしていただけると幸いでございます。はい、僕にオファーですか、
回考えます。まだ早い。いくらなんでも。でもまたこういう面白いことをやれたらそれはそれでいいかなと思うので、またいつか挑戦してみようって思う時は来るかもしれません。はい、ということでいかがでしたか。今回は、僕が語らせてもらって、そしてお気に入りのカットを何個か紹介しましたけれども、他にもたくさん素敵な写真が収録されておりますので、ぜひチェックしてみてください。以上、声優の伊藤健人でした。ありがとうございました。